皆さんこんにちは、しょうまにです。今回紹介するトミカはこちらの2台ですね、今回まとめ開封をしていきます。はい、ではまず1台目から紹介していきます。まず1台目は三菱扶桑キャンタ MBS 衛星中継車ですね。はい、スケールは箱には書いてなくて、アクションギミックはルーフアンテナ稼働になります。まあこんな感じですね。でボディカラーは白になります。で文字の部分は緑ですね。はい、MBS。MBS って関西のテレビ局ですかね。確か。間違ってたらすいません。はい。あ、毎日放送と書いてありますね。はい。で、ベトナム製になります。それでは開封していきます。確か毎日放送って関西だったような気がします。はい。よいしょ。で、箱はね、デカめですね。はい、はい、こちらです。じゃじゃーん。では全体を見ていきましょう。下は加工されてないですね。元は2002年製、まあ、2002年発売のものになります、三菱扶桑キャンターですね。はい。で、サスペンションありますね。しっかり効いてます。では細かいところを見ていきましょう。まず荷台の部分は MBS と書いてあって、下には毎日ブロードキャスティングシステムと英語で書かれています。で、なんと担保印刷ですね。シールではないです。しかもここの運転席、まあ運転席でもまあ、キャビンって言っていいんですかね。はい、のところはダイキャストになってて、荷台の部分はプラスチックになってます。はい、素材ですね。はい、材質ですね。はい。で、この窓の部分はグレーの塗装で塗られています。はい。では、運転席、内装を見てみましょう。はい。ハンドルありますね。ギアはないですね。で、シートには模様があります。はい。こんな感じですね。で、前ですね。フロントになります。ヘッドライトは銀の塗装で塗られています。で、真ん中の部分には三菱のロゴマーク、エンベレムがありますね。担保印刷です。で、その上には MBS と緑の文字で、英語で書かれています。はい。で、この窓枠の、フロントのこの窓枠の部分は黒の塗装で塗られています。はい。で、上には4チャンネルってことなんですかね。4って書いてあって、下に MBS と書いてあります。こちらも担保印刷です。はい。ナンバープレートの部分は特に何も書かれてないです。ルームミラーはないですね。はい。で、反対側です。反対側のサスペンションもしっかり効いてます。では反対側もね、見ていきましょう。では反対側からも内装を見てみます。ハンドルはこんな感じですね。なんか昔のトラックのトミカは内装がなくて、はい、そこまで再現されてなくて、省略されているものが結構多かったですね。はい、なので正直、がっかりだったんですけども、こちらはしっかり内装もね、しっかり再現されているので、嬉しいですね。はい。で、反対側にも MBS、毎日ブロードキャスティングシステムと書いてあります。はい。こちらも担保印刷です。はい。で、
ここはグレーの塗装で塗られています。で、リアですね、後ろになります。ブレーキランプ、テールランプは赤の塗装で塗られていますね。はい。で、ここにも MBS と書いてあります。こちらも担保印刷です。はい、こんな感じですね。はい。で、アクションギミックが、まあ、サスペンションと、あと、こちら、ルーフアンテナ稼働ですね。はい。このように、アンテナをね、ルーフアンテナを、こう、立てて、はい。立てることができます。はい。で、回転はしないですね。はい。パカッと。こういう感じで、ルーフアンテナを、まあ、稼働ですね。はい。ルーフアンテナ稼働。はい。まあ、立てることができます。で、こちらにも MBS と書いてあります。こちらも担保印刷です。はい。ちょっとぐるっと一周させてみましょう。こんな感じですね。はい。素晴らしい。で、ここまでですね。はい。ここで、ストッパーがかかるようになってます。はい。はい。という感じですかね。で、あと上の部分もね、忠実に再現されています。はい。素晴らしいです。はい。というわけで、まず1台目は、三菱扶桑キャンター MBS 衛星中継車の紹介でした。続いて2台目ですね。こちらです。TCN オリジナルミシュランモータースポーツトラックになります。スケールアクションは箱には書いてないですね。スケールアクションギミックは箱には書いてないです。はい。で、ボディカラーは黄色と青。そして、あと白もね、入ってますね。はい。で、ミシュランのキャラクターですかね。はい。が描かれています。荷台の部分ですね。はい。で、TCN とロゴが入ってます。はい。こんな感じです。はい。ベトナム製ですね。それでは開封していきます。まず、透明のね、クリアケースから開封していきます。よいしょ。はい。こちらですね。では、箱をね、開封していきます。取り出していきます。はい。こちらですね。じゃじゃーん。はい。では全体を見ていきましょう。こちらも下、特に加工されてないですね。で、こちら、もともとの数字が2007年製、まあ、発売のものですね。イスズエルフになります。はい。まあ、もともとの数字ですね。はい。で、サスペンションはありません。では、細かいところを見ていきましょう。まず、荷台の部分は、ミシュランのキャラクターがね、大きく描かれてます。で、こちら担保印刷です。素晴らしい。はい。で、ここにミシュランと英語で書かれてます。で、その下にもね、英語が書かれてますね。はい。すべて担保印刷です。で、ここにもミシュランのね、文字とミシュランのキャラクターがいます。はい。こちらも担保印刷です。で、ドアノブの部分、は艶消しになってます。では内装をね見てみましょう。ハンドル、ギア、シートには模様があります。こちらもしっかり内装再現されてますね。素晴らしい。はい。で、フロントですね、前になります。ヘッドライトは銀色の塗装で塗られてます。
ここですね。で、フロントグリルの部分は艶消しになってますね。この中の部分ですね。はい。で、ナンバープレートの部分は特に何も書かれてないです。ルームミラーもないですね。あ、ルームミラーはないですね。はい。はい。では反対側をね、見ていきましょう。まず反対側もね、サスペンションないです。はい。では反対側も見ていきましょう。こちらにもミシュランの文字と、英語ですね。英語と、あとミシュランのキャラクターがいます。で、こちらもね、ドアノブ、艶消しになってます。はい。で、反対側からも内装を見てみましょう。ハンドルはこんな感じ。ちゃんとね、ギアもありますよね。こんな感じです。で、こちらにもミシュランのね、キャラクターと、あとミシュランの文字、小さくミシュランのキャラクターがいます。はい。で、英語がね、書かれてます。まあ、先ほどのね、こちらと一緒ですね。はい。こちらも単方一冊です。素晴らしい。そして、リアですね。後ろになります。こんな感じです。ブレーキナップ、テールナップは特に、赤の塗装とかは塗られてないですね。はい。ここも忠実に再現されています。いいですね。で、後部パネルドア開閉ですね。はい。こんな感じで、はい。開閉します。で、中はこんな感じですね。たくさん荷物が詰めそうです。はい。ぐるっと一周させてみます。はい。こんな感じですね。あ、ちなみに、フロントの部分で、特に椅子図とかロゴとかエンブレム特に書いてないですね。はい。ちょっと寂しいような気がしますね。はい。寂しいというか、まあちょっともったいないような気がします。はい。なんか椅子図とかロゴとかエンブレム文字があった方が良かったんじゃないかなと。まあ個人的な意見ですけども。まあ個人的、まあ個人の意見ですけども。はい。それがあったらもっと良かったと思います。はい。まあ、内装をね、しっかり忠実に再現されていたので、良かったです。はい。良かったんですけども、文字、エンブレム、ロゴがあったら、さらに良かったですね。このフロントの部分のこの部分ですね。ちょっと寂しいような気がします。はい。はい。はい、こんな感じですね。はい。というわけで、2台目は TCN オリジナルですね。ミシュランモータースポーツトラックの紹介でした。というわけで、以上こちらの2台ですね。今回まとめ開封紹介しました。なお、こちらの2台はすでに単独で開封と紹介動画アップしていますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。そして高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは失礼します。さよなら。